1月21日火曜日、岩田山に来ています。無料の駐車場は5台ほどしか置けないので300円の駐車場です。火曜日というのに駐車場には車がたくさん止まっています。びっくりです。風が強いので富士山が頭を見せてくれてます。山に登ればもっと見えるかな。封筒に入れんだ、よくできてんだね。番号見えちゃった。じゃあこれぐらい、はいはい、番号書きました。袋に入れて入れるよ。はい、入れて、はい、入れました。山のあれがあるんだよ、なんか一応ガイドもあんのか。ハイキングマップあった、大雑把な。よくできてるねこれ。すごい、こんなものがあるんだね。こんなものがあるか知りませんでした。エベレストへ通ずる道です。奥武蔵自然歩道ハイキングマップ。トイレどこ？今ここにいます。トイレを確認して1の鳥居、男坂を登って山頂へ、女坂を通って降ってこようと思っています。今日の山の友は山アップです。物見山まで行けば鎌北湖まであと1時間です。とりあえず岩田山です。行きます。現在地から1の鳥居を目指します。はい、鳴らしてください。斉藤とか書いてある。こっちだ。行くです。10分。1の鳥居まで10分。11時13分スタートしました。結構勾配あります。11時18分。鳥居に行きました。コースタイムより2分早いぞ。鳥居をくぐるとすぐ男坂女坂の分岐になります。今日は初めて来たので行きも帰りも女にします。男の下りはちょっと怖いかもって話があったので、ビギナーは女女。それで行きます。道が狭くなります。こんなルートもあります。行くぞ。汗が、おお、岩が岩が岩が、これで女坂です。振り返るとこんな、さっきの急なところをちょっと過ぎるとこんな感じになります。あ、鳥居があった。なんか景色良さそうだな。富士山見えるかも。景色が開けるみたい。おお、景色開ける、バッチリです。富士山も見えます。巾着田をバッチリ見下ろせます。綺麗だな。埼玉新都心、筑波山は霞んでます、見えません。スカイツリーが見えてます。東京の高層ビル群も見えてます。こっちが男坂、結構来るな。富士山綺麗に見えてます。だいぶ綺麗になったみたいだ。ここが駐車場です。で、今までみんなが張ってたところはあんまり段差がなくなってる感じがします。川もちゃんと小川っぽくなってますね。あ、トラックがいる。ここから見下ろすとバッチリだわ。川が整備されて完成っていう感じですかね。
春になったらオープンかしら。まんじゅしゃげの時はこっから見ても赤いんでしょうね。そんな気がします。大間さん見えるかな。あ、いるいる。男坂は岩場で危険、女坂を歩こうって書いてあります。岩田山ブルーっていうのかな。行きます。よっ。心が富士山がいっぱい見えるそうです。綺麗です。岩田山は右、左はなんて読むんだろう、高差山かな。あ、高差山って書いてある。うん、どれぐらい行くんだろうな。距離がわからない。着いたみたいです。着きました。岩田山308メートル。おお。登ってくるとまた違うな。うっすらですが筑波山見えてます。スカイツリーはバッチリ見えるかな。時間は12時。おにぎり冷める前にいただきましょう。今回はフーさん特製もち米入り中華炊き込みおにぎりです。いただきます。うん、おいしい。たけのこも入ってる。ちょっと風が出てきました。北風に向かって高差し山へ行きます。結構急です。はい、行ってください。プラン変更で下り坂で行くことにしました。富士見の丘というのがあるのでそこに行こうということになりました。行きます。男岩、女岩、一の鳥居という方面。結構ジャングルジムです。降りるぞ。何気に険しいです。そして全部杉の木です。やだな。いい感じだな。お水が綺麗だって言ってます。見上げてみたらすごいね。オーバーハングだよ。おお。頑張ってる。岩田山、何気にアドベンチャーの場所でした。私たちも登ります。ここは道じゃありませんでした。人が歩いてました、あっちの方。行くぞ。道に戻るぞ。突き当たりを右です。イノシシがホジホジした跡だと思います。上の方から音がすると思ったら風が木で揺れて当たる音でした。結局思った道を降りてくることはできませんでした。川沿いにぐるっと回って車のところに戻ります。結局ここに出ました。川沿いに歩いてこの P のところまで戻ります。
川沿いに歩いてこう行って車に戻ります。いい子たちだ、いい子たちだね。歓迎してくれたの。お名前は？お名前はワンカ。 N1 のところまで戻ってお昼のラーメン作ります。こういうのもラーツーって言うんですかね。今日はちょっと思考が違います。